感じで撮影とかするつもりはこんなひどい格好で。ちょっと今日は息子の彼女が来るのでケーキでも買おうかなと思って、ここはレイディー M です。お高いけどちょっと弾んじゃおう。いやもう3人なのに6つも買ってしまったわよ。あの家族の曲を聴きながら私は街を歩いておりました。よくほら出勤前に聴いててもうルンルンで会社に行くとかいう方いらっしゃるじゃないですか。もうほんとそんな感じ。これちょっとふと思ったのはね、いやー今までの時代はさ、やっぱりその特別な修行をした方々ね、学もない知識もない、まあ、ただ一生懸命働いてるんだけど、まあねよく分かってない、ね、字も読めないみたいな、そんな人たちを悪く言うと神を支配する道具に宗教とかってなってきたわけじゃないですかね。ところが今こんなにさ、今風くんのなんなんを聞いてたんですけど、なんなん歩きになっちゃうよねやっぱりね。それでああ気持ちいいなと思って、本当にさ目を閉じて心の耳を澄ましたら、優しい気持ちだったら自分の声が聞こえてくる、その神様と同じような要素を持っている愛で溢れて自分の声が聞こえてくるなんてことが一般の人にできちゃったら、今まであなた方はできない、私はできますっていう人たちの立場なくなってきちゃうじゃないですか。ある意味ね、そんな簡単できる道はもちろんないけれども、そうなるとね、これはね、だってもう自分の曲をですよ、聴いてるだけでなんか涙がこぼれちゃって癒されてしまうとか、欠けてるところが満たされたり、わかんないけど浄化された気がしてすっきりしたとか、そういうことが起こっちゃうわけでしょ。別にそういう宗教グループに入らなくてもいいっていうさ、すごいことが起こっているし、でも風くんがっていうのもあるんだけど、やっぱもうそういう時代に入ったんだなと思って、修行した人にしか、修行した人しかわからないんだよ、お前たちにはわかんないんだよ一般人にはって言われてきたことが、一般人もできるようになってきたりしていて、でそれがそのスピリチュアルのことであったとしても、心理学的なことだったとしても、昔断捨離の山下秀子さんね、こんなたくさんビデオがありますけれども、その中で私たちはみんな自分自身のメンター、自分自身のセラピスト、カウンセラー、ライフコーチ、そういうものに自分でなれるんですよ。まあ彼女の場合は断捨離というね、物の片付けをすると手放していくと通じてね、それがやっていけるんだよっていうね、なんか皆さんに教えてもらったツイッター、風子のツイッターをわーって遡ってると、年末ぐらい片付けするのにもう英和をかけながらやるとはかどりますって書いてあって、なんかね、山下哲さんの断捨離ってただの片付け法じゃないから、思想哲学だからね、結構似てるなと思いますよ本当に。風に吹きまくられて、まあそんなことでちょっと今わって思ったので、いっぱい撮って全然上げられてないものがあるので、今日はもう編集しないままこれ上げちゃいます。各関係者各位から怒られないようによろしくお願いします。 B8 です。 B ハッピー。